今日はですね、スペインのパデル文化に触れようと思ってて、プレイトミックっていうアプリがあって、そこで知らない人とをなんか募集できて、なんか知らない人と試合をできるみたいなアプリがあるんです。それが結構主流なんですよね、スペインだと。そうですね。アキさんも結構やってるんですよね、それで。そう、それでコパデみたいに知らない人と同じぐらいのレベル感でパデルできるんで、はい、いやあの友達がいなくてもそのアプリ内で同じぐらいのレベル、ちょっと上のレベルとかは探してできるんで、こっちは結構あの簡単ですね。キャッシュレスでできるし、そうですね、新しいクラブ行っても、確かに確かに、あのそのまま何番コートですって言ってすぐ入るだけなんで、はい、めちゃくちゃ楽です。おで、まあ今回はですね、僕があの登録してみて、僕が募集かけてみたんですよ。そしたら2日前にかけたんですけど、あの4人揃って、あ、ま、1人はアキさんなんですけど、あと2人、揃ってくれて、なんとか試合を開催することができました。でもちろんあの募集ができなくて開催できないってことはあるんですけど、今回は運よくできましたね。でこれ、このアプリは結構そのスペインだけじゃなくてヨーロッパでもあの結構流行ってるらしいんで、あの旅行行く方は必ず登録していた方がいいですし、日本も今後入ってくると、まあ日本人じゃなくてもその海外の人とつながれる可能性があるんで、まあ、日本ではまだ無理かな。けどあのパデラーの皆さんはぜひ、この動画を見たら、あのやるやらないにしろちょっと登録してみてください。僕今どんな人が来るのか分かんないですよね。その最初に自己評価、はい、で自分のパデルレベルを設定するけれど、はい、まあ、そこでなんか詐欺って、はい、最初に俺うまいぜみたいな、あ、でもチェックリストだから、はい、俺ちゃんと返せますかとか、はい、やりましたやりました、フィジカル、コンディションいいんですかみたいな、はい、でなんか 4.5 とかついて、あ、この人うまいなと思っても、意外とその人試合に負け続けていくと、はい、あ、意外と3とか、そうですね、2後半やみたいな、はい、だからその一応プレートミックの中にフェアリだって言って信頼度っていうのがあるから、はい、そこがそのレベルと基づいた、あ、その信憑性を表してるんだけど、だから僕今、まあ、要するに 4.5 ついてるけど、あの初めてなんで信憑性ゼロってことですもんね。向こうから相手からしたら上手いのか下手なのかもう全然わからないっていう、やってみてからわかるんですよ、はい、だから逆に過小評価してるけどめっちゃ上手い人もたまにおるし、あ、はいはいはい、なんか 2.8 とか 3前半だけど結構上手い人も全然おるし、はい、でも逆に4個しててもあれ全然やみたいな、はい、人が、まあ、どんどん試合に負けてったりするから、まあ、レベルが適正値に近づいていく。でも今回の相手僕ちょっと見たんですよ。結構試合出てるんで、あの結構あの一人出てるね、ウィリアムは結構出てる、はい、ちゃんとしたレベル感、あの数字なのかなっていう。そうそう、もう一人の途中から入ってきたやつが、はい、なんか3後半とかでも接戦してたから、はいはいはい、まだちょっとミスも多いんかなっていう印象、まあ、実際やってみるのかなけど、ペルさん本当平日ずっとやってて、はい、空いてる時間全部やってるみたいな、もうなんかオタクみたいなやつめちゃくちゃ多いっていう。なるほど、あー楽しみだなー、こんな絶対日本じゃ味わえない感覚っすよこれ、でなんか仲良くなったりするとちょっと今度俺と組もうぜとか、はいはいはい、ダイレクトメッセージできるから、あ、それ最高っすね、やったりとか、なんか今ここ一人二人足りないんだけどお前ちょっと来れるかっていうような連絡が来たりとか、はい、あ、そういうやり取りは全然アプリ内でチャットできますもんね。そう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 、はい、自分より高くてもすっげえじいちゃんで、はい、うわ全然走れなかったっていうことも意外にある。あ、そうね、やーせーむちょ、せー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 めっちゃうまそうだね。ウィリアム、あ、ウィリアム、せーせーせー、あ、せーせー、あらせー、めっちゃ強そうじゃないですか。何してくれるんですか。こっちこそ。こっちこそ。
どんどん進めちゃってます。あ、もう入れられてました。あー、入れられてた。あの4人のうち誰かが先に終わった人が、はい、もうあの結果を入力して、それにまあアグリーする、まあ同意しますか、はいはい、しませんかで結果が合ってるので、コンファーメーションですと。おー、なるほどですね。で、プレイトミックに自分のタイムラインがあって、それを、はい、まあエブリワンみんなに、公表しますか、オンリーミーで、まあ自分だけの記録として残したい。そういうのもあるんですね。っていうので、まあこれにもフォローフォロワーってツイッターみたいなのあるんで、をこれで公表すれば、自分をフォローしてくれてる人からしたら、あ、この人たちとプレイしたんだねっていうことが分かって、タイムラインに出ると。これもしスコア間違ったらどうなってたんですか？さっきの Don't agree, I don't agree っていうボタンを押して修正できます。あ、修正できるんです。それで、いや、スコア違ってたよって言って、修正して、もう一回その4人が確認して、みんなで承認するっていう形になります。で、こうやってみんな、終わったらこうね、試合の結果みんなのも見れるんですね。あのフォローしてる人はツイッターみたいにこうやってタイムラインが流れてくるというのでみんなやってますと。ありがとうございます。で、今試合終わりましたけどどうでしたか今日？結果は 6-1-6-3 ですね。そうです。おお、そうですね。じゃあどうでした？富和選手にすごい助けられて、感謝してます。いやいや、めちゃくちゃ、脇さん、ナイスプレーの連続で。ただ拾ってただけです。いやいやいや、もうさ、もうカウンターとかやばかったです。6上げて、で、相手見せらせるっていう。まあでも、こういうふうにもう簡単にですね、初めての僕でもこう、人を集めれて、できるっていう、このアプリの良さなんで、もうぜひ日本にいる方は、スペインに来る予定なくても、とりあえず入れてみてください。海外の人ともチャットはできるんでね。ぜひぜひ。やった感じ、相手のその数字、っていうのは、アキさん的には妥当な数字でしたか？あのレベル感。そうですね。まあ、レベル 4.2、4.3 ぐらいの、まあ、スマッシュできて、各ショット全部ボレーとかバンで、はい、まあ、綺麗にやってるっていうショットは、はい、まあ、レベル的にはすごい妥当です。ああ、いや、そうですね。感じですね。アキさんが、3.12 に上がって、僕が 5.1 に上がりました。これ低すぎだろ。もうこれからどんどん上げてくださいよ。こんな感じのプレートミックのご紹介でした。では、じゃあねー。